チーム加賀山、加賀山幸雄です、今年でチーム結成5年目、去年はね、スプリントレースでは未勝利に終わったので、今年はまずは勝利を目指して、そしてチャンピオンを目指して、全力で戦いたいと思います。モテギ、もともとね、僕はストップ&ゴーが好きなサーキットなので、いい成績を出せると自分では信じてますので、今年、モテギで勝利を目指して頑張りたいと思います。吉村シェルアドバンスの津田拓也です。モテギは全日本で成績残すとやっぱりMotoGP にもつながってくると思うので、鈴木のMotoGP、今調子いいですし、自分もぜひそこに参加したいと思っているので、全日本で、勝つことによってそこにも自分が足を踏み入れれるように、このラウンドはすごい大切に頑張っていきたいと思いますので、応援よろしくお願いします。